さあ、ターゲットは89番です。今のパス、きれいに決まりました。ディフェンダーの扱いは、ね、冷静にターゲットは、はい、はい、厳しい状況でしたけど、狙い通りに手が進んだというのが、なるほど、ね、セカンドレシーバーからコーナーパターンかと思って、まあ、パス、一番外のアウトサイドレシーバーが、まあ、ポストで引っ張って、それから空いたスペースというところで、非常にワイドオープンに球掘って、そうでしたね。ですね、89番の向井亮が見事なパスキャッチでありました。さあ、これでなんと起死回生、ファーストダウンフレッシュです。さあ、ここでまたパスが来る。さあ、ディフェンダーを通り越して抜けていく。さあ、これでおよそ6ヤードから7ヤードのゲインになります。ターゲットになりましたのは31番、31番のこれが久保田右ひも。